山田とボールを奪えば面白い。一味ボールを奪った。一味運んで切り返してグランダーパス流れてシュート、すぐに同点、泉沢のゴール。1対1、ガンバがすぐに同点に追いつきました。右サイド一味の粘り、その粘りから最後グランダーのクロス、相手に当たってコース変わりましたが、そこに詰めていました泉沢陣です。泉沢は2試合連続のゴール、左足を振り抜きました。